オートボタニコディ、フィレンツェ園内の噴水センプリチ庭園は、イタリアのフィレンツェにある植物園であり、フィレンツェ大学附属自然史博物館の施設である。センプリチという言葉は薬草を示す言葉で、ヨーロッパの中世には多くの都市で栽培され、栽培場はオートデイセンプリチと呼ばれた。ヨーロッパ最初の薬草園は、シルバチコが、サレルノの医学校に13世紀から14世紀の、 間に創立したものとされるミネルバ庭園で薬草やその他の植物の収集栽培と分類が行われ薬工の研究が行われた。センプリチ庭園は16世紀に博物学への興味が高まるとともに初代トスカーナ大公、コジモ一世の要望による医学の教育のための菜園として開設された。公式な設立日はドミニコ会との間で土地の借用契約が結ばれた。 1545年12月1日とされている。植物園としては、ピサの植物園、パドバの植物園に次ぐ歴史を持っている。ニッコロ・トリーボが庭園を設計し、ルカ・ギーニが植栽する植物を選び、その場所を選んだ。16世紀の末までには、園長のジュゼッペ・カサボーナのもとで、多くの希少植物の増加により充実した。17世紀には、 パオロボッコーネラの植物学者の活動によって、サンタモニカヌオーバ植物園とピサ植物園と共に、高い評価を得た。18世紀初めに、ピエール・アントニオ・ミケーリによって、外国の学者との交流が行われ、国際的に重要な植物研究の中心の一つとなった。ミケーリは1716年に、イタリア植物学会を設立し、1718年に、 園長に任じられ、1737年に没するまで園長を務め、多くの趣旨や標本が集められた。その後、ジョバンニとツェッティやマネッチらが園長を務めた。マネッチによって最初のカタログが執筆された。一時、栽培実験植物園と名称が変わるが、1847年に元の名称に戻され、 1864年には一般公開されるようになった。テオドール・カルエルが園長を務めた時代に、現在も残る最初の音質が作られた。19世紀末に王立高等教育研究所の施設になり、後にフィレンツェ大学の付属施設となった。ありがとうございます。